はい、お茶でございます。皆様こんばんは。今日は一人ということなんですが、まあ我々みたいなもんにも、案件をいただきましてですね、今日はパラレルというあのボイスチャットアプリを使って、まああのエイタさんと通信していこうかなと、思います。よろしくお願いします。ここでワンポイント。他の通話アプリだと通話中にゲーム音が下がってしまい、銃声や足音など音の方向がわからなくなってしまう。そんなあなたへ、パラレルだと通話しながらでもゲーム音が下がらず、しかも音の方向がわかるようになってます。特に荒野行動をするときはおすすめです。さあ、早速使っていくんですけど、これですね、パラレルってちょっと言いづらいんですけど、僕はエイトさんが今いるんで、これで、あ、ボイスチャールームに待ってますね、これもう。はい、入ると。もしもし？もしもし？ん？お？もしもし？おう。もしもし？おりゅうちゃん、久しぶり、どうしたの？ すごいね、今の文明は。で、この状態で、今度戻って、招待すると。普通にできてるね。え、この状態、なんか、音質めちゃめちゃ良くないですか？そう、あのね、音質ね、これめちゃくちゃいい。え、ずっと待ってたの？あの部屋で。そうだよ。すげえ。あ、だから言ったらあの部屋に24時間一生いることもできるから。だから友達が勝手に入ってくるの待つみたいな感じだ。そう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 。ボイチャーより明らかに使いやすいってことは、これ間違いない。いや、もう完全にあの多分200倍ぐらい差がある。まあそうだね、マジで。本当にあのボイチャーやってるとさ、うん、なんか知り合いとかと実際声とか、うん、マジで声聞こえなかったりするからさ。そうだね。あのなんかすげえ相手面白いこと言ってるんだろうなってので苦笑いして終わるなるじゃんそうですねそれはいつもエツさんと喋ってるとそうなるから大丈夫でこれね、あのツイッターで、うん、あの連携できるんですよ。あ、そうだね。僕はあんまりツイッターに友達いないからあれですけど、まあ、結構今の子はツイッターに友達が主にいるんでしょ。まあ基本俺はツイッターでしか繋がってないねそんな現代っ子だったの？ほとんどの人間と。なんかなんで、まあ基本的な使い方としては、まあ、例えば今日荒野行動やってて、うん、荒野行動一人でやってると、で、まあ部屋で待つんですよ、誰か来ねえかなっつって。あの、あるでしょ、おかげとかでもさ、あのひたすら待つみたいな。で、そこに勝手に入ってきて、ね、プルンみたいな音が鳴ると。で、そしたら、まあ、友達できるとね。素晴らしいじゃないですか、うん、これ。いい時代ですよ、本当に。昔はな、家出にかけてな。俺もなんかちょっとツイッターで友達作ろうかな。そういう、ね、最近、そういうの超多いよ。やっぱそのツイッターが、からつながる。あー。なんで君友達作らないんだよ。君もそんな多ないやん。よく一人で待ってんの知ってるだよ、これ。誰も来ねえんだよ、ゲームしてても。5時間とか待つからね。てかさ、はいはい、あの、今、久しぶりに、うん、あの、携帯でやってんだよね。あー、はいはい、あの、あれでしょ？あの、iPad にイヤホン挿す端子がなかった問題でしょ？そう、iPhone なら挿せたから。このさ、あの、あるあるだけど、なんでイヤホンジャックないんやろな。いやー、これはね、あの、二択だよね。何、二択って。こっちのが、うん、性能がいいっていうのか、うん、やっぱその、こっちのイヤホンジャックにしてもらいましたらね。いやー、これはさすがになんか、あの、こだわり、職人のこだわりを感じるね。俺は、おとなしくつけてほしいね、イヤホンジャック。イヤホンジャックつけると、なんか俺が聞いた話だと、あ、これあれ、あの罰金になるやつだらしいよって言おうとしたわ今俺。何何何、前のなんか前の動画で、うん、杉田さんよくわかんないソースでらしいよって言ったら1000円罰金でって言われたじゃん。今日から、うん、らしいっすよ貯金始めるわ。言ってたね。でも言っていい？いいよ。なんかね、その防水にするにはそのイヤホンジャックだとダメっていう風に当時言われてたね。へえ。もっともらしいでしょ。確かに。まあらしいよ。お、まあ、人間じゃないか、人間じゃないか。マジだよ。やった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 。ナイスナイスナイス。それか、いる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 。ヘラヘラヘラ。見てる見てる。あ、まあ、ナイスですよ。わわわ、ごめんな。しょうがないや、エイツさん、しょうがないや今ね、綺麗に音聞こえてブーンって。あ、行ったんだなって。今のちょっと無理だね、さすがに。無理だよ。やっといた。やにゃってんのかな。
多分さすがに別のやつだと思うんだけどな、あの位置は。なるほど。だって起こせないじゃん。確かに。あ、いえ、これじゃあ、これでもポイチャがあるからね、ちゃんと伝えれるよ。音質がいいですね。俺の声でも音質がいいって相当だぞ。マジで音質いいと思った俺。これ忖度なしよ。みんな本当にこれは忖度ない。これ本当そうだね。これはって言うとそれはっていう状況になるから、これはって言うから忖度ないけど、そう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 、忖度ないです。本当にいいと思います。やばいです、やばいです、死にます、死にます。やばい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 、やばい、ちょ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 やばい。ちょっと機能をせっかくなんでいじってみてもいいですか。あ、いいよいいよいいよ。え、いじれるの、どういうこと。いや、これ音声設定とか結構便利なのかな。ちょっと喋ってて。あーあー、はい、どうも。おお、なるほどね。見通した、大丈夫。俺の声とかもこれで下がってる、今下がってるよね。あー、下がってる下がってる下がってる。え、便利だわ。はいはい、あとここが、ああーあー、なるほどなるほど。ツイッターの友達、あ、これほとんどあのモザイクしてください。これあの仲いい人いないんで、あ、これ 見えた世界観ヨシキだけちょっと映して大丈夫。これ仲いい人なんで映して大丈夫です。それは大丈夫だね。友達になれるじゃん、すげえ。結構別にこれさ、言ったら声じゃなくてもいいもんね。そうだね、何でもできるよね多分。うん、なんかね、ストとかでもできんのか。そう、ゲームによってさ、うん、その普通に LINE とかでもなんでもさ、うん、なんか干渉しちゃうんだよねゲームと。で、あの音が消えたりとか、はい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 、多分それがないんだよねこれ。あ、なるほど。うん、あ、痛い。やったよん。うん、あのさ、はい、最近俺めっちゃ映画館行きたいやんね。行かないけど、あと理由がちゃんとあるんだよ。知らないやんね。あ、知らない。会話しようやんね。何？いや、あのね、だからジブリとか今やってんで、もののけ姫とか映画館で、その映画館に人を戻そうキャンペーンで。へー、どういうこと？映画館で、そう、あの昔の超流行ったそのやつが今普通にまた映画館で上映されてんの。へー、そうなんだ。右、屋上の右いるよ。はいはい。いやー、それはうまい。写真の中。来た。オッケーオッケー。俺もちょっと削られてるから回復したい。オッケー。寄ってきてる？いや、足音してる。あ、寄ってきてる気がするな、これ。上かな？あ、乗ってるな、これ。上だね、これ。あ、来た。じゃあ、僕ちょっと先に行ってるわ。うまかったな、今。グレがね。あー、ちょうどだったわ、見なかった。いいよ。ね、閉めて。飽きてるね、左から。やばい。うまいね。オッケー。でも足音聞こえるな、結構。ね。ねねって。いや俺もなんかそのちゃんと足音聞いたの久しぶりだから。あ、そういうこと。あの普通の鼻になっちゃってる。聞こえてるって。エリアがやべ。あ、本当はね。これ絶対お互い早く行けようと思ってるよな。確かに、もう行こうよ。打たないから。打たないから行こう、お互いな。よし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 。いや、いいね、利害が一致した。これ意味ないからね、本当に。エリア遠いな、しかも。あ、いるね。うわ、降りたか、今。降りた、降りた。今2階だね。やーる、やーる。見えんだよ。あ、それもらおうかな。これもパラレルのおかげでございます。これもすべてパラレルのおかげで。そう。俺が降りたって言ったのでね、お茶さんね、動いたもんな。そうだね。間違いない。俺キーボックスかな。え？俺かも、キーボックス。ごめんな、死んだ結局これで。持ってねえよー。きついよこれ。これ超きついね。あったあったあった。そうで、さっきの話の続き勝手にするけどさ。はいはい。映画館で見た時の感動って多分やばいじゃん、いい作品って。まあそうだね。俺 2,3 ヶ月前にマッドマックスを初めて見たんだ。へえ。あの Hulu で。はいはい、俺見ましたよ。クソバカでしょ。そう、なんかいやいや俺そういうの別に好きじゃねえしって、もっとなんかあるだろうみたいなふうに思ったんだ。うん、めっ
ちゃくちゃ良くて、マッドマックス面白いよね。うん、あのストーリーもすげえ良かったし、はいはいはい、映像というかそのアクションも強かったから、うん、すげえ後悔したんだよ。うわ映画館でこれマジ見たかったで、当時さ、はいはいはい、なんか 4DX みたいな、あーなんかあったな、俺それよく分かってないけど、あーそういうことなのあれ。うん、でその上映してる場所のマッドマックスがすごい流行ってるみたいな、当時すごい話題だったんだ、うん、マジもったいなかったと思ったけど、今またマッドマックス映画でやってんだ、だからそのカムバックキャンペーンで映画館で、そう、今そのやっぱ行きづらいけど、うん、なんかやっぱいいなと思っちゃったわ。なるほどね。おジブリの方が俺気になっちゃうな、どうしても。どれみたいな、ジブリどれみたいだろう。なんかもののけ姫とハウルはやってるって聞いたな。もののけ姫はマジで見たい、俺めちゃめちゃ見たから。あの今まで一番見たジブリ何？もののけ姫です。あ、やっぱもののけなんだ。うん、映像すごいだろうね。 VHS 持ってる大好きじゃん。メラさん今何してんだろうな。わかんない。お前にさんが救えるか。違う違う、それはミワさん、それはミワさん。あ、そうだそうだ、メラさんは歌ってる人か。ハウルだよ。ちなみに初めてカラオケで歌った曲もののけ姫ですよ。あの小学校の時に。それなんか、どういうこと？いや、どういうことも何も、普通にあの歌よ。なんで歌うと思ったの？好きだったから。シンプルに。俺が多分一番好きなアニメが昔だから、もののけ姫だったからね。あー。そのやっぱビデオ持ってたぐらい。いっぱい聞いたんだ。いっぱい聞いた。あれは本当に。俺の青春。地形。めっちゃ近いやん。お前にエータが救えるか。もうダメだったよ。何にもなれず。何にもなれず。なんかにしてくれせめてな。何でもいい、奴隷でもいい。何になりたい。どうしようどうしよう、これいけっかな。いやもうエリア入っちゃう。あーやり合ってるわ。あー車欲しい。あのうわうわー、まあ、そうなるわな、そうなるわな、そろそろセーフセーフセーフ。ひあそこな、まあそうだわな。ひいたいたいた、おいたいたいた、いっぱいいるいっぱいいる。いや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 、来て来て来て、これ別個だよな、さすがに。多分ね、右から回ってくるね。ひぃひぃ、どうすんだよこれ。引かれる、気づいてないか。あ、やばい、やばい、許せ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 。くそうわ悔しい、2人だった。はい、というわけでこちらのパラレルなんですが、概要欄の方にダウンロードリンク載ってます。かなり使いやすいですね。音質の劣化とかもほとんどないし、うん、音の方向も分かりやすいんで、まあ非常にいいかなと思いました。そんな感じで、はい、皆様使ってみてください。ではバイバイ。はい、パラレルバイバイ。